皆さん、どうも。ヌオーです。今回紹介する建築物は、ミョーティアンタイヤです。一級建築士試験に出題されることがあるので、ぜひチェックしていってください。それでは、どうぞ。京都府大山崎町のミョーティアンタイヤは、16世紀に造立された、利休好みの2畳の草庵茶室です。ミョーティアンタイヤの特徴は、建物は切り妻造り、柿吹きで、茶室では例のない地下窓を開けてます。内部は2畳という極小の空間で、角に廊切り、室章という独特の床の間を持つ、和爆にすき家造りの原点と言われています。大庵は、愛知県犬山市の助庵、京都市大徳寺の密庵とともに国宝三茶室に数えられています。